はい、どうも、はい、空飛ぶ感激部の時間です。始まりました、前と、はい、何からしたらいいんだ。学会ナンバー学会ナンバー、はい、1番、泉です。よろしくお願いします。2の立花です。僕、何番かは分からないですけど何番かは分からないですけど、今日は竹信さんがいないというので、代打で代打で、はい、ここに座っております。はい、はい、というわけでね、今週も、感激三昧日本橋店から、はい、生放送でお送りいたしております。してますね。というわけで、はい、今日はまあ8月の末なんですけど、これが今映ってるんですね。なんか映ってました、今。なんか映ってましたね。なんか映ってました、なんか映ってましたよね。まあ夏やから、ね、どうですか、夏ですか、最近今年の夏は。今年の夏は何やろうな、何してたかな、お盆があったんですよね。お盆ね、うんうんうん。いやでも何もしてないですよ。お盆休みありますよ。あ、なるほど。会社なんで普通に何してたかな。でも何もしてないですね、僕。基本的に何にもしてないです。僕は今年のお盆は、はい、いとこの息子と、はいはい、ポケモンバトルをしました。僕何してたと思います？え、何してた？帰ってきた、ポケモンバトル。僕何してたと思います？うん、何してた？だからポケモンバトルをしてた。ポケモンバトル、あ、ポケモンバトル流行ってる。なんか新しいのが出たんですよね。で、なんか初めて、うん、あんまりね、こんな仕事してるというか、こんな生き方をしてるから、うんうん、はいはい、あんま実家帰ってないんですよ ね、うんうん、でね、田舎にも帰ってないから。僕も実家帰りにくいんですよ。僕も実家帰りにくいんですよ。なんでやと思います？実家帰れへんの？実家あんま帰らへん。帰りにくい。要は、あんま帰らへんから、はいはい、その子供たちも、うん、あのおっさん誰やってんの？あ、なるほどね。な、変な距離感があるのに、おい、ポケモンするかっつったら、うん、一気に目の色変わって、うわー寄ってきて、どんなモンスター出るの？なんか真っ白なモンスターとか出るの？真っ白なモンスター真っ白なモンスター出てこないね。あ、そうなんや、うん、親に合わせる顔はないんですよ、うん、俺親に合わせる顔はないんです。実家帰った親御さんの挨拶とかやっぱりその頃もしあるわけ。そうだね、うんうん、だまあね、悲しい、好き勝手喋ってるからちょっとしっかりしやって。でも自分のせいなんです、全部。そっかそっか、なるほど。なんでやと思います？いや、子供って可愛いな、純粋で。今年の夏何してたと思います？山君なんかないの？僕、なんかね、ずっと高校野球見てた。あ、いいね、ひらめく。奈良出身でさ、天理が出て結構ベスト4まで行ってたから、結構それずっと。あ、なるほど。楽しかった。楽しかった。今日終わったけどね。そうか、今日決勝で終わったけど。もうええか、始めようか、じゃあもうちょっと見たらびっくりしてもた、目の前見たらちょっとびっくりしてもた。何やろ、もう。じゃあ、はい、今週の、今月のお題というやつ ね、はい、早速始めますけど、はい、テーマは、謝罪とお礼。謝罪とお礼、演劇における謝罪とお礼かな。演劇における、まあまあ、ね、まあなんかテレビでも要は、あの人松井坊の人とか怒ってたじゃないですか。松井坊の人とかもなんかいろいろやや言うね、言うてましたよね、うん、ほんで要は、まあ、国会議員もね、そうですね、このハゲとかね、いろいろありましたよね。いろいろ問題があって、うん、一線を越えてないとかね、なんかいろいろあったじゃないですか、まあ、そういうのもあって、はい、まあ、演劇でもそういうのってあった時どうしようかいねみたいな話ができたらいいかなとか思って、でも僕もすごいごめんねごめんね、でもありがとうって言いましたっていうのを思ったんですよ、うん、なるほどなるほど、はい、でもありがとうって言いました。今日のゲスト、はい、謝罪と応援に関するまつわる、そうですね、と言えば、もうこの2人しかいない、かいない2人というかこの1人しかいないですけど、っていう謝罪というのもこの一人なんかな、まあまあ、はい、いっぱいいますけど、はいはい、そうですね、代表格、代表格、はい、じゃあ自分で、はい、じゃあこちらのカメラですかね、謝罪は、はい、謝罪をします。はい、多分会員番号、はい、あるよこれ、なんか分かったんですよ、うん、結構、うん、あるある、一桁台やったと思います、最初の方です、現在進行形で謝罪を作り続けてます。おお、坂本なんかちょっと頭につけてた文字があったんですけど、それがね、あ、外れたから、うん、あれやなと思って、坂本龍太郎と思います。あ、皆さん、まだ慣れてんね、いい夏でしたか？あ、僕はすごくいい夏でした。あ、素晴らしい、よかったですね、はい、いや、よかった、はい、じゃあでは、はいはい、謝罪に来ました。そうやりにくいやん、舞台監督っていうのはね、はい、主に謝罪ですね、仕事は。大体劇場に謝るかお客さんに謝るかどっちかですかね。今日もね、
いろんな謝罪の方法を、はい、皆さんにお伝えしよう。ありがとうございます、はい、舞台監督塚本です。はい、よろしくお願いします。大ベテランなんか2人ともって言ったらあれやけど、ふざけてんな。もう絵がすごいもん、もうひどいねこれ。いやいや全然かわいいと思ったんですけどね、だいぶ。そうね、ポケモン受けた。はい、あのしこってほしいなって。ああなるほど。空飛ぶ感激文見てしこってほしいなって思ってこの顔を作ってきたんですけど。しこるってことは男子対象ってこと？あ、もちろんもちろん。それはもう男子対象ので生きてるんで。あ、そうだ。はい、爆裂にしこってほしいですね。ちょっと果てても切っちゃダメだよ。冷めるからな、シュンってなるからな。もうダメだよ。わ、何か面白いなこれ。急に真顔になっちゃって。どうしよう。真顔すごい強いね、真顔が。真顔が一番強いね。一番強いね、真顔が。ちゃんとしたこと言うてんのが一番面白いね。そう、このまま行っていい。そう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 、悩んでる感じね。このまま行っていい。後半にもいろいろ話していただいたらと。映ってる、映るよ。まあ、あの、跳ねた。見ていただいた方、いや、わざわざ来ていただいてる方もいらっしゃるんですけど、そうですね、今日はこんな感じなんで、そうですね、あんまりあの期待値ない感じで。いや、神回っしょ、神回っしょ。俺と塚本さんが来たら神回っしょ。まあ前回ちゃんと真面目なやつやりましたからね。やりましたからね、うん、学校教育と演劇っていうのやりましたから。うわ、読んでほしかった。今回はね、ある読んでほしかった。学校教育、絶対学校でやったあかんことってあるんですよ。へえ、何、え、どういうこと。あ、まあ、謝罪にかけてね。まあそうなんですよ、絶対やったあかんことってあるんですよ。まあ、まあ、でも何でしょう、うん、普通に社会でもやったあかんことかなって。じゃあやったあかんことや。じゃあどこでもやった、まあ、学校だけじゃなくて。そうなんですよ、うん、で僕はそれをやっちゃって、うんうん、まあその謝罪をしなきゃいけないっていう話なんですよ。あ、今日その話が出るということですか。まあそうですね、学校でやったことない、はい、校則違反とか、まあ、遅刻したあかんやとかそういう。まあそうですね、なんかその学校の先生が警察を呼びますっていう風な形になるようなこと。何喧嘩とか障害とかそういうこと。あれ、なんで笑った。ちょっと当たった。あれあれあれ、なんか字が見えますか。思ってることがここに現れるみたいなことですか。思念。なんでこうしょうもないコント付き合わなかったの。あ、僕、うん、え、待って待って、さっきのくだりは終わった。終わってないの。なんかね、あのやりたいの、まだ終わるとこあったんかなと思いました。はいはいはい、今終わってみてから思ったんですけど、うんうんうん、終わるとこあったんかなと思いました、うんうん、僕ね、うん、レイプ謎かけやってんの。はい、ずっとレイプ謎かけやってて、うん、やってきてたよね、今までずっとやってきてて、うん、その、うん、なんかお題1個くれたら、うん、もうそれと、うん、それとレイプで解くっていう、うん、お、本当に、はい、それは難しい。ちょっと難しいです、何でも来てくださいね。少しバナラシも多分ちょっとやっていただきましょうか。問題とか分かるためにね。足りないですかね。足りないですか。はいはい、よろしいですか。はいはいはい、よく行けますか。はい、はい、一気に立ちました。甲子園と解きまして、レイプと解きます。気持ちいい。レイプッチです。失笑になった。聞こえる。うちはうちの夫はダイヤグラムのもしくは唯一 YouTube に上がらない回じゃ、アーカイブが残らない回になるかもしれない。レイプッチのせいでですか。いや、全然全然、本当にすいませんでした。すいませんでした。面白いね。もうないや、そこはないや、何にもない。何にもないです。すいませんでした。いや、いいです。何にもないのに大きい声で謝る。どう思います。いや、面白いです。面白いって言ったらあかんのかな、失礼かな。誰を、じゃあ誠意は伝わってますから、うん、だって本当に悪いことですからね。そうやな、絶対しちゃいけないことをしたわけですから。僕は取れたね、取れたね、取れました。顔だった。アイデンティティちょっと隠れた。龍太郎出てくるから。龍太郎出てくるんですか。デブチ。マジか。
ありがとうございます。スマイルゲストこれだけでいいです。スマイルゲストこれだけでいいです。待ってください。何でもです。いや、もうちょっと悪かったな、さすがに。ちょっとこの支援ってちょっと広すぎるし。広すぎる。何でもまあ、球場もやし。何でもっておっしゃってたから。いや、まあまあ、何でもいいんですよ。甲子園以外ね。甲子園がやったらなんで、それは空気読んで欲しかったっす、はい、ちょっとそれは空気読んで欲しかったな。じゃあなんか甲子園がやったら全部いけたのに、まあ、なんでしょうね。でもまあとりあえず僕らやってる感じがあるんで、演劇とかどうですか。あ、はい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 、生きり立ちました。そういう演劇とかけまして、レイプと解きます。その心は気持ちいいレイプッチです。これこれ答えどうやら全部一緒やね。まあいや、まあ3回目は変えてくると思いますけどね。さすがにやる3回目やりましょうやりましょう。はい、そこでもう終わりにして。ちなみに今の答えどうでした。全然面白いと思いますよ、うんうん、僕らは爆笑でした。そう、爆笑でした。心の中で爆笑でした。ちょっとやっぱり対外的にコンプライアンス的に笑えへんから、まあそうですね、うん、やっぱちょっと社会人になっちゃうと、もうなかなか笑いづらい部分もありますよね、うん、まあでも今日はその辺の心のドアをちょっと開けながらというか、いけたらいいですね。わかりました。よし、3問目いきましょう。これで終わりなんで、ちょっとその中も大学で気持ち悪いものとかけてもらったら、あーすごい、素晴らしい、いいの来ましたね。はい、生きり立ちました。すごい、早い。気持ち悪いものとかけて、はい、レイプと解きます、はい、その心はとても気持ちいいレイプッチです。大丈夫ですか。もうそれ、もうレイプッチ禁止やで、禁止やで。レイプッチ禁止っすか。もうあの、なんかけもあかんわ。マジっすか。はい、始まりました、空の感激ムーブ。バッサリカットですね。どうもー。バッサリカットですね。どうもー。今月も、感激三昧日本橋店から、生中継でお送りしております、私。はい、はい、ナンバー1の泉です。よろしくお願いします。今回、ナンバー1の幸子ですけです。今回は、竹信さんの代わりで、あ、そうです。代打ですね。はい、よろしくお願いします。今回のテーマ、謝罪とお礼という、謝罪とお礼、なんか松井坊の人とかね、いるじゃないですか。同じことですね。このハゲっていう議員さんが思ってたらね、やっぱり、まあ、そういうのがやっぱり演劇でね。それこそね、あのちょっと10秒ぐらいずっと頭下げてたお笑い芸人の方がね、いらっしゃいましたしね。オブホワイト、そう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 、オブホワイト、白白のね、そう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 、肩とかね、いらっしゃいましたからね。ほら、ホワイトいじってくれみたいな感じ。いや、欲しがったから。知らない。もうやろうや。やろう。やろうやろう。始まって15分経ちますよ。あ、遅っ。ほんまに。早いな、結構。何にも喋ってないですよ。うまいな。でもそういう感じがあってもいいけどね。そうですね。ユーストリーム。そうね、謝罪の話をしましょうか、そろそろ。なんか、ないですか、謝罪。雑雑いや、でも、ほんまに、うん、ガチのやつ、ガチのやつ、ほんまにこの顔でいいから、ガチのやつ、うん、相手が嫌がってることをやったらあかんなって思います。おお、なるほど。え、どういうこと、どういうこと。特に、まあ、この話、一個やめますね。賞賛がないと見た。ない判断したんや。いや、でも、ほんまに、劇団解散したんですよ。おお、はい、ホットな話題ですね。解散して、先月やったっけ、あれ。先月ぐらいですね、2月の中旬ぐらい、ね、うん、完全に解散、完全に解散ですね、うん、はやっぱり僕の都合で辞めちゃったんで、うん、あ、そうなんですか。その理由を知らん人はいっぱいいるんですか。そんなん言っちゃっていいの。あ、もう全然全然、まあ、僕の都合でやっぱ僕がどうしても劇団があると、はい、創作活動に専念できないとか、うんうんうん、自分のやりたいことができなくなっていくっていうようなところがあって、それで解散したんで、はいはい、なんかどうしてもやっぱそこでずっと一緒にやってきてくれてた劇団員の人たちとかにはすごい悪いなって思い、まあ、あるんですけど、やっぱそこに対して謝罪っていうとこには繋がらないじゃないですか、うん、関係性とかとして、そのごめんなさいっていうのもまた気持ち悪い、変な話かなっていうような気もするし。ごめんなさいは言うてないと。じゃあ、いや、言うてないっすね、うん、からなんか、そうですね、なんかほんまに不思議な気持ちというか、すごいこっちは悪いなって気持ちあるんですよ。あー、あんねん、あんねん、うん、気持ちとしてはね。ただでもそれをこうどういう気持ちであれしたらいいかって思って、うん、これでまあやっぱそのなんかスピリタス買ってきて、お睡眠薬混ぜて、おえ、うん、
スーパーやりやりサワー作って、うん、はいはいはい、大きいサークル作って、うんうん、はいはい、まあなんて言いましょう、スーパーフライにしましょうか、はい、フライね、スーパーフライ、ね、スーフリっていう劇団、はいはい、スーフリっていう、スーフラかな、スーフラ、スーパーフライやからスーフラですね、はいはい、スーフラを作って、はい、それでまあその自分の欲望のままに動いてしまった、うんうんうん、結果、うんうん、こうなってしまったと、うんうんうん、いう話です。お願いします。おさんなんかありますか。あっさりかあれやね、これ劇団ってまあ例えば家族とか、はいはい、あるいは宗教とか、はいはい、たられるね、はい、劇団解散っていうのは、はい、つまりお父さんが今日から今日は家族なしと、お、家族が解散する、あるいは教祖がもうこの宗教終わりっていうことやね。そうかそうか、まあありえないね、どっちもね。そうですね、はいはい、ありえないことやったわけやね、だからかっこいい。まあね、まあでもまあ取れるで。いやもうやばいんですよ、顔むっちゃかゆいんですよ、うん、ちょっと心が折れとる、ちょっとかゆいんですか、どんどん最終的にどうなっていくかちょっと見てみ、うん、見ていくわ。ああちょっと見てるね、ちょっとずつ、ちょっとずつ涙みたいにしたら、そうそう、そうしといたら、あなんかいろいろ思ってんねんなっていう気持ちにはなったかも。何やろ、めっちゃ複雑な画面になってるで、ね、今あっち見ても分かれへんから、あっち見ても分かれへんから、少し前の坂本君がいるだけだからね。あそこにはそうか、もうちょっと身のある話したなってきたの、指もどうしていいかわからんなってるやん。やったな、でもこの指どうしたらいい、そもそも、うん、そのがっかりアバター作った時は、はい、自分のやりたいことをやりたくて作ったわけではない。あでもそうです、自分のやりたいことをやりたい、うん、そこ で集まってきた人たちなの。そうです。あそうなの、はい、まあ、ただやっぱり、うんうん、やりたいことって変化していく。ああまあそうですよね、うんうんうん、っていう部分で、うんと、で全然僕のやりたいことに対して常にイエスではあったんですけど、うん、まあ人といるのが疲れたんですかね。人といるのが疲れた、こう例えば一つ公演をやりたい、はい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 、自分のやりたいことが一つあるってなった時にそれが実現に至るまでのプロセスの中で、うん、この人たちと一緒にそれを揉むっていう作業が、うんうん、すごく辛かった、しんどかった。固定されたその人たちじゃない人とやりたいとかそういうことでもない。でもないですね、うん、それこそやっぱり一人になった方が、うんうんうん、と自分でいろいろできることですね、はい、うん、なんか CM 始まっちゃった。 CM 始まるんですよ、うん、そうか、一人の方が身軽にできるっていうことかな、ような気はします。まあでもそれこそ別にそれだけじゃないんですけど、うん、たくさん理由はあったと思うんですけど、うんうんうん、でも一番大きな理由としてはそれ、うん、ある程度 その自分がやりたいっていう目標とか目的は達してたの。でもがっかりアバター作った時に、このがっかりアバターでやりたいこと、これ当面の目標にしましょうはリンクスに出ることと、おー、ちっちゃかったんですよ。まあまあまあ、でもやっぱり作る時って、あ、なんか、まあまあそうですね、階段式にね、うんうん、一歩一歩思うじゃないですか、うん、で、なんだっけ、あとヘップに出ること、ヘップでやること、うんうんうん、とあともう一個がスペドラを取ることやったんですよ、うんうん、じゃあ全部叶ってるってこと、うん、そうなんですよ、ほんまにそれは最初の目標としてやろうって言って、うん、はい、やろうって言って、まあ、僕がやろうと思って、うん、そのやったことなんで、なんかもうそこでちょっとこうある程度、あ、なんかもうそんなにいいかなって、果たしたなっていう感じはしてる、うんうん、まあ自分が劇団で果たす、演劇で果たすこととはまた別の、がっかりアバターっていう劇団で果たすべきことはもう終わったような気持ちにはなってたんだと思います。うん、なるほど、まあでもやっぱあと、若い劇団だし、なんとなくこう遅れてきた青春を謳歌して、で、まあ青春って終わるから青春じゃないですか、ね、そのまま終わったような気持ちでおります。なるほどね、やっぱこのまま10年20年と続く劇団じゃなかったなっていうか、まあこのまま多分、続けることできたんですよ、はい、全然、はい、もう全然続けるつもりみんな満々だったんですけど、多分まあ30歳、50歳となった時に、うんと、付き合いきれない部分が出てくるとか、うん、もうそこでやっぱどうしても
崩壊する劇団が分かれちゃうのは、まあ、ちょっとなかなか未練がましいだろうと、なんかこうなんか頑張って続けたのに終わっちゃった、で終わる予感は今からしている、だから、今終わらせて、そのまあまあ、今僕がみんなが多分20代前半ぐらいの年で、がっかり方に捧げる 20代後半ではなく、自分の人生を考える20代後半があればいいんじゃないのみたいなことは思いました、うん、僕は。なんかいい気はするね、そう言われると。あ、でも分かんないんですけどね、そんな。あ、そうです。でも今までも劇団って、まあ、星の数ほど言うたら、いろいろこう作っては消え作っては消えっていうのがあったから、そんなのは塚本さんはもうずっと見てきてはるから、そんなにだってね、やってること自体が、20代しかできないような内容だよね、うん、はいはい、まあ、まあ、やめ時としてはきっといいと思う。あ、じゃあもともとこのヘップをやるときに、はい、あの僕のときにヘップをやるんで、しかもこう劇団を一旦解散して、ね、うん、で新たに違うことやろうと思うんです、で舞台監督もお願いしますって言うてきた、言うてきたけど、結局がっかりやばた。そうなんですよ。そっか、もうずっと1回解散してるんだ、うん、いや、してはないんですけど、やっぱり現状を変えたいとか、はいはいはい、今のこの劇団であるとか、うん、劇団のシステムのままじゃ、僕がやりたいこととどんどん離れてきてるっていうのはあったので、まあやっぱ仕方なかったなっていうか、ここで終わらせなきゃいけなかったんだろうなっていうのは、思います。名前だけ書いてね、アンディなんか ね、 ね、そうですね、そうですね、自分の名前と、あと劇団名も変えようとしてたんです、ね、そうですね、やること変えようっていう、今までのガッカリアバターのやり方はしんどいよってなって僕は、まあ、そうです。だから結局ずっとしんどかった。なるほどね。ここ2、3年ずっとしんどかったっす。そういうことですね。そうか、そうか、大変やったね。大変やった。お疲れ様やったね。なんか悲しいでしょう、そういう話をしながら。なんか涙に見えてきたもん、ほんまにちょっと。こんなん書いて、おどけて、うん、いや、そう、だからレイプなさかしできますって言うて、今だからすごい伏線聞いてきたよね。悲しいでしょ、もう一回見てほしいっす、最初の。そうね、そうね、遡ってこの話聞いてね、この話聞いてからなんとかアーカイブに残そうとしてそうか。逆にお礼の気持ちみたいな、いや、もちろんありますよ。もちろんありますみたいな。もうそっちの方が大きいかもしれないです。そんなんてするもん。なんかよく解散してごめんねと か、 なんかこれからみんな旅立ちますみたいなブログがあったりとかするけど、うん、なんかお礼をするみたいなのってあんまり習慣としてないんかなみたいなのは思うんですけどね。いや、お礼ってどう、例えばどうします、なんやろうね。ブログでは一応みんなお礼してたね。お礼を述べて、あ、してた、してた、うん、なんかね、そうっすね、確かに。まあ、その挨拶はそういう風に書かれるんじゃないの。そっか、今までありがとうございました、うん、でも、なんなんですか。でも、別に、なんかその誰とも仲悪くなったわけじゃないですし、うんうんうん、まあ、みんな俳優としてもこれからも出てほしいと思ってますし、うんうんうん、そうね、頑張ってそれぞれはやっていってるみたいし、僕が何かことをするときに手伝ってほしいとも思ってるんで、まあ、何でしょう、そういう意味では、ね、うんうん、劇団とかじゃなくて、そのもうちょっとライトな関係として、うんうんうん、一緒に何かやれたら楽しいかなっていうふうに思ってるから、うん、なんかどうなんでしょうね、お礼。そうやな、なんかその、うん、関係ない感じやね。まあそうですね、飯組みに一応一対一あさって出たっつって、あさって人生で初めてイヌイとご飯に行くんですよ。はあ、今まで行ったことなかった。なかったんですよ。いや、ないんでしょ。なかなか劇団でってなったらね、1対1で飯食いに行く機会とか、逆にこうやって落ち着いたから初めてみたいな、ちょっと行くみたいな、あの時どう思ってたみたいな、初期の話どうやったみたいな話も、現在修道場の時ってどうやったから、謝罪だよ。
さい、ごめんなさいの、ごめんなさい人生ですわ。もうだけに向けるのやめてもらって。何か生まれそうなワードやなって思うのやめてもらって。産んでくれ。温めてくれ。ごめんなさい、かけてみる。わしの卵温めてくれ。何やったっけ、ライスやったっけ、それ。わかんないっす。ああ、そう。なんか謝罪で何かありますか。ああ、そう、謝罪といえばみたいな、さっきも武漢で謝罪ばっかりです言うてはりましたけど、まあ大体こう、はい、裏方の事情で謝らなあかんことっていうのは舞台監督は謝るよね。まあ一応監督と言われてますからね。まあ例えば、はい、会場が押した、あるいは開演が押した、はいはいはい、で、1時間半という上映時間が嘘だったとか。嘘だった、嘘ついた。すごい長い時間になっちゃうっていう。でも嘘がいい時間になってきました。上映の会社が見つけるのができず、それが見つけるのになるときに、じゃないんだけど、まあ、一番華やかな、はいはい、全然まだまだそこまでたどり着かない。そうなんだ。ランタイムが測ってないんですね。うん、測ってないから。現にやってない。で、今日はこれで終わりますっていう。今日はこれで終わります。毎日違うんです。終わろうか。いや、ライブ、ライブですね。続きましたからみたいな。すいません。ドラスそれは、終わった時に謝ってたんですか。舞台上で謝ったんですか。舞台上で。そうか、ネットとかないですもんね。ね、松本さん出てきて、ね、はい、今日はこれで終わりますって。すげえ。さらっとしてます。すごいな。お客さん大丈夫やったんですか、それは。お客さんもね、そういうのが好きなお客さんばっかりからね。ちゃんと、まあまあ、そうね。あ、そうなの。金返せみたいなのなかったんですか。金返せはしょっちゅう言われてたけど。しょっちゅう。靴投げられたりとか。へえ。次の日はどうなった。続きからやるんですか。一応だから1000ポイントみたいな、ね、ここはカット、ここはカット、ズバズバといっぱいカットしてで、それはもう間に合うようにしてある。間に合うかどうかわからないけど、分からんけど、うん、今日はこれでやってみよう、うんうん、毎日毎日毎日すごい時代や。何が早く終わってちょっと、ちょっと短かったな。出さなあかん、出さなあかんな、あそこ向かつ、そんなやってるな。すごいな。でもその時にそんなに、まあ、周りもそれが好きで見に来てたような感じ。あの途中で袖でなんかガヤガヤ騒ぎ出して、はい、で大喧嘩が始まってて、はい、芝居なんかなと思ったら、はい、そのうち一人役者が出てきて、うんうん、こんなんやってるんかやめちゃやめちゃって言って、ペロンペロンに酔っぱなってて、ごめんねん。でその時舞台監督がああ出て行って、はいはいはい、わしつかみしてズズ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 こんなことないやろみたいなことが、うんうん、例えば劇中にこう松本さんちょっと出てきて、はい、でこの役者はこういうことやってます、はい、一人ずつ説明していくんだけど、あの女優がなんかやってる時に、はい、うん、この女優はまあお供えみたいなもんですってピョッと言ったらむちゃくちゃ怒って、はい、そんなつもりで私は見てたんですか私変えますと、そこで役者一人変えてしまって変えたのどうしたさあどうしようかなと僕らも思いながら、うん、これからまだまだ絡みもあんのについ残ってんのに、やばいやばいやばい、まあ、そいつ男は全部カットやなって思って、あ、みんなはもうカットやなって感じ、本番中に、うん、そこはもう省いて、一応なんか会話があってもそいつのセリフはあったものとして次に挑むあ、すごいですね、うん、そう、面白いですね、すごい。でも、でまあ、一応ね、謝るんだけどね、最後には最後には、うん、なんて謝るんですか、それは。途中で女優を怒らせてしまいみたいな、不測の事態が起こりまして確かに不測の事態では不測では不測ではでもまあね、そんなパッと言われてパッと怒るもんでもないですから、いろいろ溜まってたもん、うんうん、そうですよね、結構中からなんかいろいろかもしれないですけどね
そうなん、そんなん、え、昔は結構そんなん多かったんですか、石破だけっていうことか。で帰ってきはったんですか、その人。うん、次の日帰ってきたから。ああ、その日に帰ってない。でも帰ってこないやつもって、やっぱりその日は我慢するけど、はい、初日でもやってられへんって次の日来ないとか。ああ、じゃあ結構そういうのあるんですね。で来ないからどうしましょうかって松本さん聞いたら、はあ、そいつの男は全部飛ばせって言われて、はあ、会話があんねんけど会話成立しませんけどデカめんって言われて。すごい。はあ。そういう会話が成立するとか成立しないとか、そんなレベルで作品を見てないのかな、うんうん、そういうことになっちゃうかな。そうね、すごいな。なんかもう分からんくなってきましたね。そうですね、うん、現場に立ち会わないとちょっと想像が。そうね、すごい。もうしょっちゅうなんですか、ほぼほぼなんか、まあ、そういうなんか事件が今の形になってからは、グッズ少なくなってると思うけど、昔はね、多かったね。今の形の前っていうのは、うん、ジャンジャンオペラ以前ですか。うん、ジャンジャンオペラ以前、うん、その時はどんな感じやったんですか。もうちょっと見た目だけやったら俺のが維新派に近いですけど。一番維新派や。めっちゃ若手連れてきた感じ。維新派の若手連れてきた感じですよ。なってるなってる。ちょっとこのイズムありますよね。イズムがないと思う。謝ったくん。すいませんでした。本当すいません。ほんまに怒られる。あ、でもね、維新派と同じ年に解散してるから、覚えやすいよね。え、どうですか、山田さんいつやったっけ解散したのって。維新派と一緒だ。維新派が解散したとしたそうか。あ、え、もう解散したんですか。でも、まあ、もう一回あるよね。ですよね。あるけど。そういう終わりやから。あ、そうなんですね。ちょっといい、ちょうどいい、ちょうどいい。ちょうど何がちょうどいいか分からない。覚えやすい。維新派と一緒になろうとしてる。維新派を解散したって今それ多分俺がやったって。俺が24の時に事件を起こして維新派を解散したって。もうめっちゃかっこいいね。かっこいいだけやから。がっかりやばった。アーカイブ調べてくれたら俺が何したか分かるわ。ああ、なるほど、はい、これ流れるやろ。流れます、これ流れます。貴重な資料になりますから。まあそうやね、はい、今後の関西衝撃場シーンも。そうやね、はい、ねじ曲げようとしてるやん。全部残ってるから。どんだけ劇団への思い今語ったか。そうそう、でもその話あったよね。なんか公演の今までの記録を残すや残さへんやみたいな。うっとうしい。ほんまうっとうしい。あ、そうなんや、はい。それはなんかツイッターかな、言った、言ったな今俺完全に。言ったね、完全に言ったけど。心の声出たな。まあだから、まあ、例えば制作者の方とかがちょっとそういう、なんでしょう、やっぱ劇団がなくなっていっちゃうけど、うんうんうん、関西の劇場主張じゃやっぱり必要な歴史の一つであるわけだから、うんうん、そういうのをアーカイブどっかでしといた方がええんちゃうかと、うん、なんか劇団解散したらホームページ担当も消えていなくなっちゃうから、まあそうだね、勝手になくなっちゃう、うん、これもったいないよねっていう話があって、うんうん、そう、まさにだからがっかりアバターはどうすんねやろみたいな、ね、なんか今の日本っぽいっすよね、そういうこと言うの。まあさっきのね、女優帰ったとは全然違う話になってますよ、ね、なんかね、うん、だけです僕が言えることは。あ、そう。今の日本っぽいなって思いました。あ、そう。なんかね、特に SNS っぽいなって思いました。あ、なるほど、うん、なんかね、うん、正しいことがみんな好きやねんなって思いました、あの時は。なるほどなるほど、うん、なんかただ自分が正しいと思うことを言うっていうことのなんか間違ってるどみたいなのを見切れてないなって思いました。自分が正しいと言ってる思ってることを言うやん。言います。言う。それの危うさとか。あ、なるほどなるほど。そこに含まれてるそのものをすっごいこう軽視してんねんなって思って、うん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 、で多分それって SNS やからなんやろうなって思って、うん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 、SNS ってやっぱもう文字でしか見えないじゃないですか。そうね、うん、だからやっぱ多分相手のことがどうとかじゃなくて、うんうん、なんかそういうことがなんねんな。あ、でもちゃんと受け取られる側が見えてない状態でどんどん発信していくからか。そう、でもあ、僕その日でも一応 BGY さんと夜会って、うん、一応和解はしてる、和解はしてるんですよ。だから別にそんなに知ってる人とは全く一個も残ってなくて、ね、まあ、BGY さんも好意というか演劇の発展のために言うてはったみたいな。いや、まあそうだとは思うんですけど、うんうん、なんかそういうこと言うねんなって思いました。ああ、それでもその時はどんな話してたの2人では。いや、でもやっぱりまあ僕が単純に思ったのは、うん、まあ、正しいとは思いますと、うん、それは正しいと、うんうん、
そのアーカイブは残すべきである、特に演劇みたいな一過性のものが、うんそうですね、アーカイブとして残ることにすごく意味はある、まあ、それは もちろん分かる、 120% 正しいのは分かるけど、正しさとここ今僕が起こってることは全く話が別、うん、なるほどねって思いました。単純に周りから見たら、まあ解散するっていろんな気持ちもあるやんか、うん、なんかそこの話よりもこっちの方が大事だったりというか、うん、そういうことなのかなと思ってたけど、こっちの方が大事って気持ちであったりだとか、いやでもやっぱりそれありきやと思いますよ、特に演劇って、うん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 、なんかそうやと思います。なるほどね、その話はちょっと聞きたかったんですけど、ね、確かに意外とちゃんとした話ができた。なんか知らんじじいとか知らんババアがなんか書いてるんすよね、それ見て。まあ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 。楽しいと思う私もみたいな。そういう感じなんだ。あ、出た。急に。かっこええな。キャラ復活してきた。マジで。マジこれもんすよ。ああ。マジこれもんすよ。逆やね、逆や。あ、逆や。お茶目ね。プイレハートアイ。そう。そう。でもだからその対比が見えて面白いですね。昔はだからある程度やっても、まあ、やんや言われる場所がなかったのかもしれないですね。今はもう言われる前提で考えなかみたいな。いやまあそうですよ、うん。しかもなんかその言われるみたいなところも、はい、やっぱある程度こう見越した上で。はいやるじゃないですか。そうだね、うんうん、だからやっぱりね、なんかね、作品がね、SNS 一回通ってるんですよ、脳みそが、うんうんうん、SNS でどうバズるかとか、はい、どういう評判が回るかみたいなのがやっぱ直接動員につながるから、うん、口コミがもっとこういう SNS 上のものの方が割合高くなっちゃってる、ね、そう、面白くないですよね、うんうんうん、なるほどね、なんかできたらね、そうじゃないところに行けたら、うんうんいいなって思うんですけど、うんうん、なんかやっぱりそういうところでずっとがっかりボタンをやってきたから、うんうんうん、でそういうところでやってる人が多いじゃないですか、うんうん、そうだね、からなんかこう新しい、うん、というかもっとそういうところじゃない、うん、それこそ松本幸さんみたいなこう、うん、天上天下唯我独尊的なそうなんですかいやどうやろうねそんなことはなかったそうなんですか割と人の話よく聞く人やそうなんですか、うん、じゃでも絶対 SNS やらないでしょ。やらないね。絶対やらないでしょ。絶対インスタ映えとか気にしないでしょ。松本さん。僕もなんかそれよくわからない。SNS 的なものは塚本さんはやってらっしゃるんですか。Facebook とか。うん、一応 Facebook は。はあはあ、ね。Facebook を見てこうなんかいろいろ見たりすることはあるんですか。この劇場版だとか。ねまねうん、ああ。発信専門みたいな。発信もそんなしないね。やむにやまれずやるぐらいでやってくださいよって言われて、ああなるほど、じゃあ本心としてはあんまりそこに入っていってるわけではない、うん、そういう感じからこの今 SNS の話を聞いてましたけど、うん、どう思われます、うん、でもそれは情報としてもちろん知ってるから、はあはあ、そういう大変なことは絶対あるやろうなとも思うし、まあいいこともあるんですけど、うん、ちょっと本当に初日に面白かったらやっぱいっぱいツイートが来てとか、うん、それで見てお客さん、また逆にこう悪いことした時にすぐに怒られるやんか、昔はやっぱり、ね、だいぶもう忘れた頃に怒ってくるから、はい、忘れた頃、今やってしまって誰も怒らなくて、はい、それはこう誰かに伝え聞いて、はい、で、10日あるいは1ヶ月ぐらいしてから、うんうん、突然電話がかかってきたりとか、この間の芝居はどうやみたいなことですか、すごいタイムラグがやっぱりあって、全然そんなこと忘れてるぐらいで、やっぱりこっちもある程度なんか引いた状態で話聞けるから会話になるじゃないですか。あ、そうか、冷静な状態。もう SNS はもう警察ですから。24時間警察がいるわけですから。常にいるわけですから。でなんか自分がこうホットなことを何かしたとしても、でもあんま僕そういう経験ないからわかんないですけど。なんかしたとしてもやっぱもうそこでこうすぐ言われると、うん、こっちもこうなんかムカッとくるわけじゃないですか、うん、何をってなるわけじゃないですか、うんうん、やっぱそのサイクルは風ですよね、うんうんうん、確かにね、落ち着いた話できないじゃないですか、うんうんうん、一回一歩引いてとか、うんうんうん、お互いが批評的な目線になってからお話ししましょう
やっといいじゃないですか、うんうん、協定があった上でお話しましょうやったらいい、ね、一回自分自身がそのそういうこととも時間が空くとか、うん、距離なかったなそんな、いやあんまないですよ。あそう、はい、いやなんか一回、うん、ありましたけど18区の時ですよ、はあはあ、の時にはい、なんか演劇のバトルイベントみたいなやつがあって、それで、うん、そのなんか面白いこうおばさんがおほほほほって笑うようなコントが優勝して、僕があの全自動 G 掃除機を作るっていうコントを作って、何ですか全自動 G 掃除じゃないですか全自動 G 掃除知ってる、知ってる、知ってる、その全自動のやつおもんなかったぞみたいなのもあると思う。全自動のやつは面白かったですただ、まあ、それこそお客さんに対しての批判とかっていうところに対しては、うん そ, まあ、その意見もわからなくはないけど、でもこうですよ、そうじゃないという、うんうん、部分はあります。やっぱり結局その人の趣味趣向やし、うんうんうん、それを否定する権利はないと、こっちには絶対。なるほどね、うん、そうだね。からやっぱりそれを許容した上で、その人たちとどうやって付き合っていくかっていうことを考えた方がいいんじゃないって、あの時のリュウ君には言うていますね。おすごい成長してこんな顔に素の顔でリュウ君言われたらこんな顔しない。そうですね。リュウ君は場面役を持ってるかですね。まあそうですね、結局は。まあでもやっぱそれこそ審査員がいいやろうとは思うんです。そのちゃんと演劇を見る目がある人が見る、うん、その審査方法に対して言うべきやったんやなって。まあ審査基準の問題っていうのはいろいろあるわね。と思いましたね。まあ、審査員立てたら審査員立てたで、もうあると思うよ。あいつらばっかりがってなるし、うんうんうん、もう。表現の賞レースって絶対難癖がつくわつくとは思うけど、ね、でもやっぱね、観客投票がね一番あかんねやなってね。ほんまにほんま M1 で思いますよ。そうやけど、あの時のおぎやはぎほんまかわいそう。第1回の時にね、点数低い時に、まあそれはいいとして、でも観客だってそれ大阪6点ですよ、100人おって。まあそうやね、でも分かんない、それはだから どういう何が正しいのかの話にもなってくるよね、それって。まあ正しいはないと思いますけど、うんうん、だって観客の一意見かって、それは正しいから、うんうん、6点のおぎやはぎも正しいわけやから、ある意味では、うんうん、そうそうそう。まあでもそう、まあ誰が納得するか、まあそうですね、どこに納得させたいかやとは思うけどな。確かに、うん、そうか、それは難しい問題や ね, ですね。作り手側からしたら、うんって文句言いたくなるわね。うん、分かった上でやってる人と、うん、ただもう一生懸命やってきた人でまた違うと思う。一生懸命俺はこれが正しいんだってやってた人はやっぱりなんでやねんって絶対なるやろうし、まあ、やっぱ若い、それきっと若さやし、うん、それも面白さではあるんだと思うんですけど、うん、かといってね、当てに行ったらスカンって外れたりもするし、そう ね, ね、うん、ん、逆になんか何やろな、買ってたら言わへん、買ってたら言わない。そうです、ね、いや、そうそうそう、言わないでしょ、そりゃ。そりゃそうです。あの観客投票で、そうです、その買ってたら何も言わへんか。いや、言うわけないでしょ。いや、でも勝つわけないじゃないですか。カホとゴーリキアヤメを、なんかその顔面をそのレイプマシーンに貼り付けて、それでその性的な
犯罪を犯して、うんうん、あ俺この話関数ちょっと面倒くさくなっちゃいました。いいよ別にそれはいい、内容はいいよ。いやこんなんに投票する人いるわけないじゃないですか。当時も思ってました。いやこんなんは絶対優勝できひんと。だってもう完全にあのおばさんとマジで引いてるもん。ああなるほどね。もうずのぶとい親父の笑い声しか聞こえてこない。いいや。きた。あれとできた笑いが笑ってる人おるんやからしか聞こえてこないんですよ。でも観客投票制やってのは知ってたの？知ってました。もちろんちゃんと読みに出行きましたから。なるほどと。で観客投票に絶対選ばれへんようなやつをやったの？そうなんですよ。でもまあ例えば若い世代ばっかりが観客におったとしたら、いやそうは分かんないでしょ。もうだから塚本さんが100人座っててくれたらよかったさ。そうやね。もう笑ってるやつよ。絶対笑ってますってあれは。笑ってるすごいなそれは。そうやね。あのスペースドラムとカップの違いだよね、はい、確かにそうですね、うん、そこも難しい。新審査の問題とかいうのもある、うん、審査員もやってらっしゃいますしね、うん、ウィングカップの で、ねうん、でも多分ウィングカップとかはなんか、はい、ちゃん残党なの？残党ね、残党だ。順当だ。残党残党なの？残が残がなんか残ったやつ。なんかあ、うん、ここでいいんやろうって思いません？周りも納得するようなものを、団体を選んでいるということですか？思います。うん、そう。あ、それはすごいいいじゃないですか。やっぱりだから審査員制の面白さはあるんやろうな。例えばまあコントにせよ、うん、お笑いにしても、うん、その演劇でコメディやってる人とか、はいはい、審査員でおった方がなんかいいんちゃうって思いました。なるほどな、うん、ちゃんとした話になってきたね。なんかショーレースの話になってきた。もうちゃんと慣れてるから顔もこっちも。いい話になってきたところでちょっと休憩しようかなと思うんですけど、まあ審査員の話はちょっと面白かったんで、まあ別に変えてもいいんですけど、うん、後半は、ね、ちょっと変えましょう、うん、まあどちらでも楽しい話、はい、じゃあちょっと楽しい話ちょっと休憩しましょうか、はい、じゃあ休憩でーす。ああそう観客投票じゃないですかあれも。何ですか、なんていう演劇祭ですか。そうなの、難しいよね。でもだから審査員の制度にするにしろ何にせろちょっとやっぱりその怒られる前に怒られるようなことする人ってやっぱり思いがあるとか、結構こうしたかったりとかこうしたかったのにあかんかったりとかっていう思いがあるから、それは難しいのはありますよねやっぱりね。すごい。え急に誰にも響かない。急に一切ねえから。急に誰にも。なんなよ。そういう回なのかな。先生。だって眠たくなっちゃったさ。顔が普通に戻ってる下りとかもなんかすんのかなとか思ってるけど。あいいんすね。あ全然。あ時間戻れ。全然いいえ。じゃあ真面目に語るみたいな。あいやいいですいいですよ。切り込むか。いいですいいです。その話を戻してもいい？話を戻す。あ、いいですよ。はい。あの、だから、その、18の坂本くんがさ、時間もって言ってるけど、戻ってる。時間戻った感じ。戻ってるわ、言うけど。戻ってるね。永久に。なんとか戻ってるけど。花火したから見るかも。やり直した感じがしました。全部、自分の作品を撮らないって分かってた上で、ツイッター上に、その、それを言ったっていうのはどういう意図というか、あなるほど、思いというか、当時の坂本少年の気持ちとか何があったのかなと思って、いやでもやっぱり言わずには入れなかったなと思います。なんか現実を突きつけられたみたいな。演劇こういうお客さんが投票する形の演劇で、うん、いわゆる票が集まりやすいであろうもの、すごくいわゆるウェルメイドで、はいはいはい、ちょっとほろっときて、でも笑えて、みたいなことじゃないですか。で、それがウケるって分かってるじゃないですか、はいはい、全員が。それって演劇の可能性が狭まってるじゃないですか。じゃあこれ今の俺の意見やな。当時の坂本少年どう考えてたの。いや、これが分かることだな。いや、
でもそうでしょうね、多分ある程度自分が否定された、うんうんうん、否定された、いや、あのね、1点から10点だったんですよ、あれ確か、うんうん、で、それでお客さんに丸つけてもらって、各作品にちゃんと点数がつく、そうなんですよ、うんうんうん、で、それでその僕の作品にその10点から10点の1の横に0って書いて丸つけてそれはでもちょっとおー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 、喧嘩に喧嘩を売ってきてるね、それはこれでいいや、お前こうやってこうやったよ、そう、それは完全に2回丸書いた、喧嘩を売りに来てるよね、うんうん、1丸でいけるところ2丸書いて俺をディスりに来てるやん、こいつそうやな、マジで顔見せろと、あそれは、それは面白いな、そっか、そこがあるんやね、きっとね、そうですね、いいけどね、でもそれはなんかお客さん側も発信できるのってやっぱアンケートとかしかないやんか、うん、思ってた思いが、いやでもやっぱそれも匿名やし、うん、点数だけ書くだけなんですよ、あれ確か、名前は書いてないの、あれはなかったと思います、多分、そうなんだ、でもなんかね、俺一回それ全部シャメ取って、うんうん、これやばいみたいな、うんうん、アンケート全部シャメ取ってあのね、ラッカレバとトークライブで、ね、全部流しました、あー、そうね、はい、そアンケートと、はい、その審査の点数は同じ紙もあるね、そのアンケートと一緒って多分同じ紙です、うん、で、なんか確か一言書くとかあったような気がしますけど、はい、見るに耐えない、ひどい、激にあらずって書いてました激にあらず、激とはそらすやん、まあまあそうなんですね、見ててほしいね、今日ね、見ててほしい見ててほしい、いやでもまあまあ好きに、なんか仲良くなった人もおるような気もします、あー、最初はそうやったけどってこと、あー、そういうのもあるんだ、すごい、でもまあでもそうじゃない、なんかその時はなんかこうやって言われてたけど、うんうん、ウィングカップ取って、うん、エスペドラ取って、まあね、って言ったらなんかこう見方も変わってくる人とかも多かったんじゃない、やってることマジで変わってないですけどね見方が変わったっていう、うん、まあ、あと僕の立ち振る舞いも変わったと思います、もちろんそれは、はあはあはあ、それが2話になったとかってこと、もうそうですね、ちゃんと考えれるようになった、うん、人とのことを、うんうんうん、対人間関係で、うん、こういうことしたら嫌な気持ちになんねんなってこういうことしたらあかんねんなって思えるようになって、はいはい、一応あこういうこと言っちゃったからごめんなさいねって謝るようにとかなったり、謝罪すごいね、繋がったね、しました僕は、めっちゃいい話を聞いたね、何になりました、やっぱ19歳の時の坂本少年は尖ってましたよ、だってあの時、うんうん、そのままじゃあ第1位はどこどこです発表があって、うんうん、そのままちょっとこう小屋で打ち上げみたいな感じだったんですけど、うん、もうそこでずーっと周りのやつらディスってましたもん、あ、すごい打ち上げ中に、打ち上げ中に、お前おもんない、マジでおもんない、帰れ帰れ、もうすごいね、それ嫌われますよすごいバイタリティやなすごいよ、だって最後、うん、僕ともう一人劇団員やった男の子と、うん、第3の3人になったんですか、うん、あんなに50人ぐらいおった会場が渡辺大さんと俺とその劇団員3人だけになってやばいっす、これマジで意味わかんないっす、殺します全員とか言ってましたから大さんよう思ったな、追ってくれたね、追ってくれた、それは大人や、いやなんか大さんさっき帰ったかもしれないです、あそう、負けた会場に最後までいましたよ、マジで終電なくなりました、ね、劇団員と2人、劇団員と2人でB スクエアにショートアクトバトルでした、うん、ショートアクトバトルで行きました、懐かしい、でもあの時かな、ちゃんと最後に謝ったのは、うん、ああそうか、なんかで怒られたのはですかね、怒られたのはやね、が最後ですかね、謝ってはないです、謝ってないんや、多分多分謝ってないような気がします、そうですね、謝ったことはあるのかな、それ以外に含めてすいませんでした、でも、ほんまにこの顔ですいませんでしたって言うときって100追い詰められてるときじゃないですか、あー、うん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 、わかります、その、いわゆるほんますいませんぐらいの感じで終わらせられることしか経験してないです、あー、なるほどね、すいませんって、すいませんでしたっていうのはほんまに非業であります、ヒーコー結構あるね、そう散らしてるわけで、ヒーコーであります、まんべんない、飯よりはやる、飯食うより謝ってます、謝ってる、謝ってご飯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 、謝ってご
塚本さん、ほんまに謝ったことってある？ほんまって、ね、謝ってはると思うんですよ、さっきのその部下のことでね、うん、あると思うんですけど、じゃなくても含めて僕ね、謝るの嫌いやねん。やっぱりなんでこいつらゲストやろ。でも今日来たあかんですよ。仕事やからやっぱりね、まあまあ、仕事上悪いと思ったことをやっぱり本当に悪かったと思ってちゃんと謝る。なるほど、誠意を持って、うん、程度がでもありますよね、やっぱり、うん、軽いやつもあれば結構重いのもあったりする。重いものでこう、まあ、例えば言えるレベルで重いものってのあるんですか？うん、いっぱいあるからね、どれを言ってみようかな。いいですよ、僕らが一番欲しがってるやつ言ってくれれば全然。本番中に客同士が喧嘩しだして、はい、石井ですか？うん、石井じゃない。で、携帯電話一番先頭で鳴らしてたね。で、1回鳴らしてすぐ切り合って、はい、で、その時はまだ隣の客怒ってなかったけど、はい、なんか2段目ぐらいね、うんうん、で、もう1回鳴らしよって、うん、もう1回鳴らした時に2回鳴らすかと思ってたら、うん、そいつ出よって、すごいですね。で、それでもう怒ってガーン蹴るよっていうか、あ、隣の人か、うん、それでもうなんか芝居中に客が大喧嘩、うん、あ、もうこんな小競り合いというか、うん、ネットでちょっと表に出てくださいって言って、うん、そりゃそうや、まあ、そのまま舞台上げたら面白かったかもしれないですよ。めちゃくちゃめっちゃ面白いですよ。厳しいなってごっつええシーンでそれ上がってくるの。きついな。で、どっちの客にも謝らなかったね、やっぱりしょうがないから、うん、そうですね、うん、で、二人で話させたら絶対的に余計喧嘩になって、ね、別々に分けてそれぞれにちょっと話聞いて、学校の先生みたいな。で、結局どっちにも謝るという。わあ、大変やな。何も悪くないのに。まあそうですね、そうですね。それで一応入院は収まって帰らはったんですか、その方たちは。まあ、どっちもね。俺が古田君の小学校の時、階段から突きを飛ばした時と同じですわ。むちゃくちゃ悪くなった。先生に、先生に呼ばれて、それぞれ話して、それぞれに聞いて、個別の意見を聞かれて、それ絶対お前が悪い。完全な加害者やから。160段階なんてのがあったんですよ。多分何かした。いや、何もしてないです。何もしてない。押したくなって、なるほど、押したら気持ち的にスーンって消えてって。まあ怒られましたわ、ほんまに。泣かんよ、そら。おしっこちびるぐらい怒られました。そうやろな、そら怒られるで済んでよかったけどね。その時に、いやもう、ごめんなさいって言って、もうおしっこ漏らしながら、おしっこ漏らしたら許されるかなと思って、おしっこ出ろって思いました。人前じゃなくて、後ろにお客さん並ばれるともうおしっこ出るんですけど、後ろに並ばれたら怖いから、もう人前でそうなってるわけね。古田くん、よかった。古田くんでも生きてました。生きててよかった、ね、よかったです。それだから死んでたらそんなんじゃ済まされへん。いや、まあそうなんですよ。古田くんでもね、マンションの14階住んでたんですよ。え、何どういうこと？いわゆるちょっとマンションヒエラルキーみたいな。僕9階やったんですよ。あ、ちょっと古田くんもちょっと上やったから、だからみんなで殺せよみたいな空気感じてたんですよ。なるほど、はい、それがあったから。自分マンションヒエラルキー高いやつ殺そうぜみたいな雰囲気はあったんですよ。正当化できるというか、ね、はい、あとキリスト教でした。あ、なるほど、ね、ゲイタのやめろ。全部踏んでいくね、うん、丁寧に。踏み残しないでしょ。そう、踏み残しない、ね、踏み残しないですから、はい、いいと思いますけどね。あと古田くんのメイドインマリをパクりましたよ。あ、そうだ。それもだからいいんやろ別に。いいです、いいです。でもやっぱキリスト教やから、うんうん、いいやろ、ね、許してくれるやろみたいなとこ、やかましいわ。うちのおかんその時政教新聞撮らされてて。あ、そうなの。知り合いから。そうなんですよ。この話どこに行く。わかんないです。どこに行きたいですか。逆に行きたいとこ行けますけど今。じゃあお前が急に撮って行ったよ。お前な、そうやな、別々の意見を聞くっていうところで急に古田君の話。古田君の話よ。全然違う。それで、ね、塚本さんの別々話聞いて、そのお客さん帰って、でもそのカーテンコールとかでは、そのお客さんとかはどうやったんですか。もうまたそこでも謝らなきゃいけない。そうか、来てたお客さんに対しても謝らなかった。どうやったかな、謝ったと思うわ。不測の事態。不測の事態が多いですね。不測の事態。使える言葉ですね。完全不測やつ、ね。ちなみに何やったの。でもう一回来てもらうようにしたから、無料でもう一回来てもらうんですよ。お二人には二人じゃなくて全員。お、
何やったんですかその劇団は。いやそれはね、語っていいんかなそれは。あ、大丈夫です、手入れますから大丈夫です。いや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 、それはね、僕らも悪かったよね。あ、そうなんですか。それはね、あるあの、はい、あんまりやったらあかん劇団で。いや、あんまりやったらあかん、あの、劇 G と呼ばれてるね。ああ、何何何何何何何よ。うちだけ一人残してみんな分かってよ。劇G知らんの。え、劇 G って G 君の19の時の G じゃない。 G じゃない。それなんか、え、塚本さんがやってはったやつですか。まあまあ、ああ白い白い白い G。 あ、わかりました。よかった、みんなと一緒になれた。ちょっと G は結構ね、そうだね。旗になったから、こう、ボールボールで早くなる人が、ただ、スペルトやってる。G が好きだから。G 好きで、N 好きに見慣れてない人が、こういうのが、あの感激のお客さんと。かります。だからそういうしゃあないよなと思って、かといってね、こうこうでこうでっていっぱい説明するわけにもいかへんし、後ろの方に一応説明してるけどね、か携帯電話は最初の前説はでも絶対あるけどね、それも聞いてる。あれね、難しいですけど、そういう人を取り込んでいかんと演劇界絶対廃れていくから、うまい、どうしたらいいんやろうなといつも思うんですけどね。ちょっと話題に上がってましたね、確かにね、その携帯電話を切る切らない問題っていうのは、なんでしょうね、あれも難しいですね。仕事によっては切られない人もいるじゃん。まあそうだね、でも見に来んなよって言うって、それも難しいな。でも無理だったね、スタッフやったら、もし取るのですね、それ難しいね、仕事くださいねっつって来てもらった人やったら、来てる人はどっちかって言うと、人間付き合いやったらどうするやんか。その状態で、携帯切れって言われて、もう俺仕事やんけってなったら、絶対切らへんと思う、言うか。でもそれやったら混んでいいでしょ。もう絶対混んでいい。もう携帯の電話弦切らへん人はもう絶対混んでいい。一緒に空間作る場所やから、劇場は。うん、まあまあまあ、こっち側として。でもそれはそうやね。映画見に行っても切らへん人は切らへん。でもそうやね。でも、結局、テレビを見る文化とか映画を見る文化が演劇を見る前にあるから、どうしてもそっちその流れで入ってしまう人が おるね。いやまあそうなんですよね、僕ちゃんと蹴りますよ、あの映画館とかで前の列でずっとチラチラ携帯見てる人って、携帯開いた瞬間にバーンって蹴りますよ。それはちゃんとちゃんとじゃないから。それ一番ちゃんとは、すいません消してくださいねっていうのがちゃんとやる。映画の前説でノーキッキングって言われるはず。それはそれでやる段階なんですよ。俺も蹴られる。そうそう、連鎖が、キックの連鎖が起こってしまう。全員がドドドドドドって後ろに。それはでも一つになった空間じゃないですか。いやまあ確かに、なんかアクティビティそうそうすごいアクティビティやなって思いますよね。体験型みたいなとこある。そう、そっか、なるほど。やめていくのはよくない。よくないけど、確かに今の話はそうだよね。その映画とかの方が慣れてるから、うん、やっぱちょっとそういう感覚で来るっていうのはあり得ることやとは思うね。そう、だからなんかね、どう説明したら、意外と役者って見えてて聞こえてるんで気になるんでやめてくださいとか、ぐらいまで言った方がいいんかなと。うまいこと言う人もいるよね、最初になんか前説とかで、ちょっと面白く、あ、それやったら切ろうかなみたいな。それこそ役者が出てきてもちょっと寸劇やったりとかして、なんか面白いなっていうところもあるし、なんか強制的に切ってくださいって言われたら、人間ってやっぱりなんやねんって思ってしまうから、切らへん人も出てくるし、なんかその切らないといけない理由を言ってもらった方がいい。そうそう、その辺のなんか、なんていうんやろ、ケアっていうか、そこまでケアしていかなあかんのかなみたいな気はする。なんか一回学科ヤバターで結局なかったんですけど、うんうん、
啓蒙の最果てって作品作った時に、うんうん、客席でなんか携帯になったらそれに反応してほしいっていう演出つけたことあります。もう怒ること全部に反応するっていうことやってたんで、だから携帯になったらみんなバッて見たら面白いやろうと思って、結局なかったんですけど、それはお客さんがみんな切ってくれてたから。大事やね。それって例えば昔は携帯もなかったわけじゃないですか、うん、でもそれが出てきて、でもうそんなんを気にせなあかん世代になってきた時に、武漢としては最初に説明せんなあかんじゃないですか、ね、それも仕事やからするっていう感じですか、うん、感覚的にまずポケベルがあったかな、その前に、うん、そうそう、ね、何もないとこからポケベルが出てきて、でもうやたらなのかね、とにかくね、うん、で、携帯の方がまだまだが確かやと思う、うん、ポケベルの頃は大概鳴らしたりだったね、うん、できてすぐっていうのもあるみたいですね、うん、切り方がわからないっていう人もいるんで。今もたまにありますね、うん、なんかそのおじいちゃんおばあちゃんとかね、持たされててわからへんから、はいはいはい、そんなもあるよね。そうね、だからなんか知ってもらえないことが前提で考えるようにもせないしないと大衆化しないのかなみたいなことを考えたりはするんですよね。あの前、うん、ファールボールで怪我して訴えた人がいるじゃないですか、野球で、日本ですか、日本で、もうなんか片目潰れたかなんか失明かなんかしてんですけど、でもその野球を見慣れてる人はそんなん飛んでくることは分かってやってるから、カーンって言ったら絶対見るしっていうで、あっち行ったな、じゃあ大丈夫や、でもそれで野球見慣れてない見慣れてる人についてこさされた家族であったりとか、見慣れてない人がやっぱ危機管理能力がないからそうなってしまうみたいな、今だからそのファンだけが来るんじゃないことになっているから、そこをどう考えていくかみたいな、だからあの何やったっけ、エキサイトシートみたいなのがあったりなかったりみたいな野球みたいなこともあって、なんかそういうことは演劇ももっと考えていった方がいいのかなっていうことを思ってますっていう突然自分の意見を言うんだけど、いやでもいいんじゃない、それは考えなあかん立場の人やし、大体そう、ここもまあ演出家とかもそれは考えてるべきやし、よそれこそ大衆化すればするほど絶対そういう人が増えてくるから、うんうん、もう俺は好きな、うん、やお客さんと好きなことだけしてたいんだっていう人は全然そう、まあ、それも一つの形としてはあるけどね、でも、うん、大衆化するにしたかって絶対よくわからないお客さんが絶対増えるし、うんうん、なんかそういうふうなことは考えなあかんなと思ってね。逆に言うとでもそういう事例こそ、まあ、さっきのアーカイブの話じゃないけど、うん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 、そこは一つ一つやっぱこんなことがあったよっていうのを共有していった方がいいんじゃないかなとは思うけど、ね、なるほどね、失敗していかんとわからんと思うから、うんうんうん、あの劇団であんなことがあったらしい、そうだから何か謝罪をする機会であったりとか、何、うん、か起こった機会っていうのは、うん、まあアーカイブしろとは言わへんけど、うん、そこは共有した方がいいんじゃないかなというのは思いますね。まあ出したくない情報やだけどね、まあね、そこからするとそうやとは思うんですけど、うん、こう二次三次的になんかこう言われそうやな、ね、そうなんですよね、それこそね気づかん、うん、だいぶ時間経ってから急に言われて、なんか持ち直したのに頑張ってる時にこれをほじくり返されてみたいなのがあると大変だなという思いますけどね。まあ概論を話してます僕たちは何の話とかじゃないですけど概論を話してますけどゲストじゃないかもしれませんごめんなんかいろんな水面下でいろいろしただけやからごめんもうちょっとカットさせようかじゃあ。いやだからね、あの最近は、ねはい、携帯の電波がこう機材に、うん、機材の電波にあの影響するからとかっていう人、はい、音響さんがいらっしゃったんですけどね。あ、そうなの。我々よく知ってる。我々よく知ってる。そんなことあるんですか。あるらしいんです。そんなレベルでなんですか。じゃあこれって。ワイヤレスマイクみたいなことですよね、言ったら。まあ、だそうだよね、でもまあ、多少は結構同じチャンネルというか、同じ影響し合うように、今、なり始めてるらしくて、でも、こんだけ携帯が大衆化したら、多分
逆にそっちをこっち側が外していかんと便利やからってそっちに寄っていってたらみんな寄っていくから絶対無理なんじゃないかなと思って、まあ、工夫は出てくるやろう ね、そうなったらそうなんかありますよね、あの、うん、試験会場とかで使ってる、うんうん、あの県外になるやつみたいな携帯が、あああ、ね、そうね、プラとかも、まあ、劇場とかもね、県外にする劇場もあるし、そう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 、でもほんまに劇場側がもう強制的に県外になるようにとかっていうシステムを作るっていうのも一つ、でもその県外にしたらそのシステム使えへんってことかな、かな、そうそう、でもあでもそれってかこっちとこっちの受信機とあるから発信があれば大丈夫、そこがあるから大丈夫、外側からのやつを全部遮断するってことか、でもそんなんも勉強しやなあかんってことですね、舞台監督ってなったら、いやそれ勉強しなあかんこと思っちゃう舞台監督だからそうこれどうやねんよね、あのビルの中とか、うん、切りようがない場所って結構あるよねきっとね、そうですね、まあでもあの3メートル圏内やったら強制的に切れるとかそんな装置あるよね、へえ、そんなんがまあどんどん発展していって使っていくっていう形なのかな、で それは誰が言ってたのその話って、えそれ誰が言ってたの、僕らのよく知ってる音響家さんです、あそうなんや、なんですかそれって、なんかこうちょっとネガティブなあれで回ったんですか、いやもともとそれ SNS で回ってて、うん、ツイッターそうそうそう、ツイッターで回ってて、で多分やけどあの前の公演でなったみたいで、結構いいところで、ね、うん、いいシーンでなったっていうのがすごいめっちゃリツイート回ってきてて、めっちゃ静かやったんですね、前のやから、でそれに結構みんなが便乗して、うん、あのその携帯電話 の話題に一時なってた、なってたね、あなんか別にじゃあなんか、ま、悪いことじゃなくてまあいいことやみたいな感じではあったってことですよね、それが、いやなんかそうだそうだっていうことなんですね、どちらかというと、あ、うんうん、なるほど、あすごいな、意外となんか前半思ってたよりちゃんとした話した気がする、悲しいかな、いや、いいよ、せいや、レイルもう一回、うん、何やったっけ、何回やってたレイプ漫談、漫談になってる、漫談なんでしたか、何て言ってたっけ、あ、レイプ漫談もできます、え、できるの、はい、尺どれぐらい、5時間時間か、なんか1本ぐらいまとめてやレイプ漫談ですか、うんうん、レイプ漫談ですか、うん、僕がですかレイプ漫談を白と自分で言うだけその言いながら考える感じやめてほしいわどうここを乗り継ぐ、ずるいっすわ大人それ言ったら許されると思うなよお前も自分大人やねんぞもういいですか、謝罪のことで何かこうお話しすることはもうこれぐらいでいいですか謝罪次俺行く次俺行く次俺パート今から俺パート俺パート俺パート暇だな、もう時間がねほぼほぼなくなってきてますけど俺パートあでも僕少しすっごいいい話していいですか、はい、はい、いいですよ、なんか、うん、すっごい演劇がしんどい時とかに、うんうん、優しくしてくれたら、うん、ほんまにありがとうって思います、お演劇関係者とかがうんうんうん、優しくしてくれたり、いやなんか別に優しく大丈夫とかじゃなくて、わかるわかるわかる、こう一緒にやろうよとか、なんかこういうことまたしようみたいなこと言ってくれたりとか、ご飯誘ってくれたりするだけでもうほんま嬉しい。それでもいや笑ってまうけど、あるよねって思う。なんか若い子とか特になんか、うん、寂しがってる。寂しがってるっていうかやっぱり。なんやろな、自分でこうなかなか評価されんかったりとかさ、なんかいろいろあった苦しい時期ってあるやん、うんうん、そういうところでちょっとこう何かあると、うんうん、まあ、ありがたいな、まあ、芸人の先輩後輩みたいなさ、うん、でやっぱそういう時期って周りがやっぱり人も離れていくじゃないですか、うんうんうん、やっぱ自分がうまくいってない時って、うんうん、やっぱその自分がうまくいってないから周りから人が離れていくから、うんうんうん、なんかそういう時にこうなんかまあ、どういう考え方かは別にそれはさておきですけど、声かけてくれた人とかはすごいなんかこの人のことは大切にしようとか思います。なるほどね、なんかそれはお礼につながる部分だと思いました。いい話やったと思います。すごいな、はい、いい話いい話でした。お礼の終わったじゃあ終わろうか全然響いてないやん。めっちゃいい話してたけど全然響いてない感じやったで大丈夫飲む
今ほら優しくされたよ。もう終わらちゃった。今はなんか終わり方わからなくなってきた。終わりましょう。レイプマンで最後までやってよかったな。そうやな、そうやな。最後もう一回だけやって。レイプ謎かけいきますか。やっといて。行きましょう行きましょう。行きました。最後も今日の締め、森山さんがやっ、はい、バカでかい、はい、バカでかいお題です。あ、そうね、めっちゃむずいやつ欲しいです。あ、なるほどね。いっちゃむずいやつ、はい、いっちゃむずいやつ、もういっちゃむずいやつください。もう何でもいけるんで、全部やってきたんで今まで。あ、すべてね。じゃあ、うん、スイス銀行、スイス銀行っていうのはちょっと一回やめよう。はい。一回やめる。知ってますね。知ってるっていうか一回やってんねんこれ。え、まあ、いろいろ、まあ、いいや、マジっすか。いいや、どうぞ、なんか言ってください。ちょっと待って、俺知らんことやってんねや、ここで。怖っ、え、何やったん。わかんないです。俺がもう爆裂にスイス銀行ディスったっていう話やと思います。ああ、そうなんや。でも俺は島原の方が嫌い。まあ、なるほどね。じゃあ島原で、島原とかけまして。じゃあちょっとあっちに向けて最後、無名劇団の島原とかけまして、はいはいはい、レイプと解きます。はいはい、その心は、はい、もうまた来週やねこれ。これもうまた来週の流れ。これあとこれなんすよこれ。え、それレイプチですか。しこり、しこり焼き、いきり立ちました。いきり立ちました。いきり立ちました。はいはい、もう言って、はい、言った一番最初に言うやつやね。いや、今言ったね。しわばらとかけまして、はいはいはい、レイプと解きます。はいはいはい、その心は、はい、てめえなんかレイプする価値もねえよクソ野郎。バカー、また来週です。ありがとうございました。テルコさんと、若いアイドルの子を組んだ。いやいや、それはライブ活動です。若い子は、水玉ストライプっていうあのアイドル活動をしてる、うん、日枝千佳さんと、うん、かすみさんっていう、うん、このかすみさんっていうのが、まあ、昔というか今もやってますけど演劇をやってらっしゃる、うん、まあ、それはその時に言われるのかな、うん、とあとはマグマ君っていう男の子のシンガー、うん、でこの子も演劇をやってた子、うん、という、メンツでやりたいなと思っております、はい、レイプもライブですから、はい、はいはい、まあ、来るかどうかわからないですけどレイプマンも来るかもしれません、はい、お楽しみにね。どんなことですね。11月から12月にかけての、HMP シアターカンパニーに、俳優として出演してますので、ぜひ遊びに来てください。すごく去年もやって、ウィングフィールドでやった四谷怪談っていう作品を、男7人で2軒くらいのエリアで、ひしめき合いながらやるっていう、結構笑える面白くて、あ、かっこいい演劇です。アイホールです、です。演技法もちょっと特殊なの。違う。まあまあまあ新作と思って。なるほど、ね、ということですね。はい。なんで一回見た方もぜひというところですね。ぜひ。はい。はい。ぐらい。いいですか。そうなんか。まあそうなんか。G もそう。はい。
関わってるかとか。G どこですか？こっち。ちょっと押してるから。こっちの方がいいね。はい。毎月ね、あの1回感激講座をやって、来月は7日ですね、はい、ウィングフィールドの下 の, あの、はい、ダイブの事務所を借りて5階の、はい、はい、7日の19時30分から、はい、ね、毎月お題をね、はいはい、いくつか決めて、はい、でそれをみんなで感激して、でそれについて語るという会ですね。ね、また興味ありました、はい、ちなみにもう決まってはいるんですか、その内容というか。うん、決まってるんですけどね、はい、今から間に合うのはエレベーター企画なんですね、うん、今週やるエレベーター企画、売り言葉でしょ。はい、売り言葉です。大変ですけどね。なるほど、すごい、むっちゃいいですね。ぜひ来てください。稽古場で久しぶりに鳥肌立ちました、ね、めっちゃいないですか。一人芝居で、こんだけ稽古でできてたらすごいことになるな。沢井ちゃんだ。そうですね、まあ、沢井ちゃんに立ったわけじゃないけど、ね、ああ、なるほど。なんか何パターンかありますよね。なんかな、確か何人か。そうですね、沢井ちゃんが出て3パターン、3パターン、3パターン、ね、それ以外はもうまだもう見れへんけどっていうのは 何をされるかとかは言っといた方がいいんですか。はい、もうね、でも忘れましたね。あ、そうです、はい、忘れちゃうんです。第一次反抗期と。ああ、第一次反抗期、はい、大竹さんの息子さんの、よかったですね。あ、そうですか、まあ、あともうちょっとありました。もう一つぐらいかな、を見ていらっしゃる方はぜひそこでいろいろお話していただければという感じでございますね。はい、ぐらいですかね。はい、なんかありますか。ナイス。俺でも、俺一個だけいいかな、うん、いいですか。どうぞ。いいですか。今週の25、26、27日に、リクーズルームっていう東京の劇団と京都の努力クラブっていう劇団が合同公演で、東京大阪の大阪をオーバルシアターでやるんですけど、それの、25日金曜日の19時半からの会にアフタートークで出ます。で、なんか集客が大変らしいから僕予約してますよ。あ、本当に。でもなんか面白いみたいで、いや、あれ面白そうよね、スカイプで離れた位置で一つずつセリフ書いていってみたいなことをしていってるらしいので、なんかまあちょっとしたこのセリフが来たことに対してこう返すこう返すみたいな作品になってるそうです。でそれやると大体失敗すんねんけど、東京では結構好評やったんで成功してる例が見れるんじゃないかなと思いますので、よろしければぜひ。はい、はい、今ぐらいですか。ありますないです。ないですか、わかりました。じゃあ今日はこれでおしまいしましょうか。はい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。エンドロールお願いします。